にゃにゃにゃ、ネコマリオタイム、にゃおーす。いろんなゲームのいろんな情報をお届けするにゃにゃにゃネコマリオタイム。まだまだ寒い日が続くけど、暦の上ではもうすぐ春がやってくるにゃ。早く暖かくなって本当の春になってほしいわね。今日最初に紹介するのはマリオプラスラビッツキングダムバトル。マリオなのにマリオじゃない。 CM のフレーズが頭から離れないにゃ。このゲームはマリオたちとラビッツたちが武器を手に持って敵を倒していくターン制のバトルゲームになっているんだにゃ。今日は全部で250種類以上ある武器の一部を紹介するにゃ。嘘でしょ、そんなにあるの？まずはブラスター。近くの敵にもちょっと離れた敵にも対応できるベーシックな武器だにゃ。扱いやすいバランスタイプってやつね。続いてハンマー。自分の周りにいる敵をまとめて攻撃できちゃうにゃ。囲まれた時の切り札にゃ。お次はシューター。ルイージ専用の武器で遠くにいる敵も安全圏から狙い撃ちできるのが魅力だにゃ。もちろん近くの敵にも攻撃できるにゃ。これはルイージを仲間に入れたくなっちゃうわね。続きましてブームショット。射程は少し短いけど、その分広範囲に攻撃ができる武器だにゃ。攻撃範囲内にいる仲間も攻撃しちゃうのが惜しいわね。ちょっと変わった武器ボムタンク。敵を追跡し爆発するんだにゃ。土管の向こう側にいる敵にも攻撃できるのね。今度はマシンガン。連射攻撃ができるけど一発の威力はちょっと弱いんだにゃ。手数でダメージを与えたい人には向いてるわね。続いてブワーブ。ラビッツルイージ専用の武器で敵を火傷させるファイヤーや、敵のヒットポイントを吸い取るヴァンパイアなど、いろいろな特殊効果がついてるにゃ。こういう地味なダメージも後々効いてくるのよね。次にアヒル爆弾。跳ねながら敵の頭上で爆発する爆弾だにゃ。ブロックに隠れている敵にも有効だから使い勝手が良さそうね。最後はランチャーだにゃ。遠くから狙った範囲全部に攻撃できる強力な大砲だにゃ。遠くから狙えてさらに広範囲攻撃、超強そうじゃにゃい。武器にはいろんなデザインと効果があるから、自分に合う武器を見つけてみてほしいにゃ。マリオ博士への道。マリオのゲームについていろいろ調べてマリオ博士になっちゃおうっていうこのコーナー。今回はスーパーマリオオデッセイを徹底調査。スーパーマリオオデッセイではジョイコンを振るとこんな感じでいろんな帽子アクションができるんだけど、敵にキャプチャーした状態でも効果を発揮するんだにゃ。早く移動したりハイジャンプできたりするのよね。でも実はここの操作説明にないアクションもあるんだにゃ。隠しコマンドってやつね。まずはこのキャラクターツッくん。ツッくんはキャプチャーするとくちばしを使った突き攻撃ができるようになるんだけど、壁も登れちゃうわよね。ピヨヨヨーン。 Y ボタンを押したままジョイコンを振ると周りの敵を蹴散らすことができるんだにゃ。嘘でしょ、誰かの回転切りみたい。で次はこのキャラクターカックー。その名の通り高いところから滑空するのが得意なんだにゃ。すっごく気持ちよさそうじゃにゃ。飛んでいる時にジョイコンを振ると、あ、頑張ってる頑張ってる。ちょっとだけ飛ぶ距離を伸ばすことができるんだにゃ。隠しアクションは他にもあるから、みんなもぜひ見つけてみてほしいにゃ。マリオをいろいろな国に連れて行ってくれるオデッセイ号。このオデッセイ号にある地球儀にはある秘密があるんだけど、みんな知っているかにゃ。実はアメちゃんだったとか。全然違うにゃ。正解はこうやって地球儀を踏み続けると、わー、綺麗なオルゴールのメロディー。この曲は滝の国ダイナフォーのテーマ曲。さらにもう一曲あるんだにゃ。あ、ジャンプ
散らばっているんだけど、獲得した時に何か気づいたことはないかにゃ。マリオが喜ぶ姿が見られることかしら。惜しい。よく見るにゃ。ん？もう一度見るにゃ。ん？もういい加減教えてよ。実はパワームーンを獲得した時にマリオの手をよく見ると、あ、手の形が違う。そう、じゃんけんのグーチョキパーになっているんだにゃ。パワームーンを見つけるたびにじゃんけんが楽しめちゃうってことね。じゃあいくわよ。じゃんけんグー。やった、勝った。次はちょこっとニャンディーズ。任天堂 e ショップで売っている注目のインディーズソフトを紹介するにゃ。これは任天堂スイッチロケットリーグ。なんと車でサッカーしちゃうゲームだにゃ。ルールはシンプル。ボールに体当たりしてゴールを決めるんだにゃ。嘘でしょ、車なのに豪快に空飛んじゃってるじゃにゃい。ジャンプやブーストをタイミングよく使ってミラクルシュートを決めるにゃ。チョイコンを分け合って協力対戦プレイができるのはもちろん、インターネット対戦も可能。操作する車はボディやホイール、ステッカーなど自分だけの車にカスタマイズできるにゃ。嘘でしょ、寿司が乗ってるじゃにゃい。かっこよくカスタマイズして華麗なプレイでゴールを決めるんだにゃ。今日の放送はここまで。今回もこの音楽とともにスーパーマリオオデッセイ写真コンテストの受賞作